バーチャル MMORPG ソードアートオリジン。広大な大地アイングラウンドを有する仮想世界、私が生まれ彼らと出会った世界。皆さんこんにちは。発売後の高難度イベントサクラメンツインベージョンは楽しんでいただけましたでしょうか。このゲームは拡張する遊びを基礎に作られています。まだ楽しんでいない方もこれだけの内容がアップデートされているので、ぜひお楽しみください。今後も追加されていくアップデートでさらなる体験ができます。そして無料大型アップデートが適用され、新しいことがたくさん起こるようです。ソードアートオンライン、ホローリアリゼーション、総空の闘志、新エリアの追加が今回目玉のアップデートです。そこでは私たちの新しい物語のきっかけとなるお話が始まります。そしてキリトの仲間にレインとセブンが加わります。それじゃあかわいい妹のもとへ駆けつけました。二人ともとても頼もしいです。ほらゲームの中の様子を見て回るのも研究の一環だって思わない？私もキリトの横にずっといたいから頑張らないと。あ、添い寝をすればもっとそばにいられる。他にもいろいろな改善点が詰め込まれているようです。さらに新しい戦い方デュエルもできるようになりました。できることや行けるエリアが増えれば、みんなでピクニックをして美味しいご飯を食べて私は進化し続けるこの世界でキリトとみんなともっと一緒に冒険したいです。ソードアートオンラインホローリアリゼーション無料大型アップデート総空の闘志、公式サイトで情報公開中です。そういえばティアは今頃何をしているのでしょう。新しい可能性、新しい物語が全3章で幕を開けます。ソードアートオンラインホローリアリゼーション有料 DLC 深淵の巫女2017年配信予定です。有料 DLC をすべてまとめたシーズンパスもあるようです。特典で、うむ、この衣装は本祭以外でも着られるんですね。バンダイナムコ